忘れちまったか、俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ。忘れてましたよ。早いんですね。ご紹介しますか。ああ、すみません、すみません。健康さんです、お願いします。ありがとうございます、お願いします。いや、忘れてた、ハンバーグ師匠のこと。忘れないでください。たまに現れます。この街も変わったから。はい、バイク芸人の中の、はい、男の中の男ですよ。え、カンと書いての男の子。カン、コバさんと一緒に今日走りたいと思って、うん、バイク持ってきてもらいました。素晴らしい。ここまで押して持ってきました。いや、乗ってきたでしょ。これが愛車の川崎、はい、Z1 ってやつですね。75年です。1975年。はい、そういうことはもう今から47、8年前。そうですね、のバイク、はい、青玉虫カラーっていうんやけど、これがまあ Z1 といえば定番火の玉カラーなんですけど、はいはい、これが最近人気で、なんか火の玉カラーのやつもね、最近復刻していろいろ人気ですけどね。そうそうそう、 Z900RS、 はい、うん、藤川球児さんが買ったんですって。火の玉ストレート。そう、それで火の玉カラー。もうここだけの話、はい、次監督球児さんどうかな思ってんの。阪神のことは俺よくわからない。あ、そうか。これがね、もう希少すぎて、うん、もう置いとくと盗まれちゃうし、そう、ね、どこにも止められないから、うん、自分のガレージから走ってって、そうそうそう、一歩も降りずにそのままガレージ変えるっていうね、宿命のバイクです。すごい、これはもうノーマルですか。ノーマル、本当にマニアックなカスタムだけです。あ、どっか変えてるんだ。はい、このはいヘッドライトを Z2 仕様にしてます、はい、あ、これ Z2 がついてるんだ。これ Z2 にしてます。わかりづらいな、それは。そう、なんで Z1 って、はい、弾変えるとき下ろさなダメなんです。はー、これ Z2 にすると開くんだ。ここ外して、そうそう、そう、ここネジ外して弾だけ変えてるっていう。へー、その利便性だけで。あとはノーマルですね。そこもやっぱ進化してんだ。うん、へー、いや、やれやれなバイクで本当恥ずかしいですよ、この辺の感じもね。あんま、だからそのあえて磨かないとか、そういうことですか。そうです、最初磨いてたんやけど、うんうん、やっぱその年代のバイクっぽくした方がかっこいいなと思ってる。だから細かくバイクに預ける時も、はい、磨き大丈夫です。逆転して買ってきた、うん、これまあだからノーマルだから、うん、そう、4本出します。これがいいのよ。最初集合館頼んでたんやけど、はいはい、やっぱいいですって思って、これがいいなと思って、ちょっと音聞かせてもらっていいですか。はい、いや、拍手の音じゃないじゃん。ピスタチオのやり方ですよ。解散しちゃったりした。なんでって言うだけだね、俺も。川合さんって聞いた時なんでって俺も言っちゃったけど。あ、聞きますか音。はい、うん、まあノーマルマフラーやけど、わりかしなんちゅうの、重厚感のある音です、うん、おい、やっぱこのね、4発独特の吹け上がりの、いいですね、うん、いいですか、ちょっと。匂いがね、やっぱ旧車の匂いですよね。うん、匂い取れてますか、匂い。これで一緒に走れるのって俺ちょっと感慨深いですよ。いつぶりかな。いつぶりですか。アメトーク以来かもね。変わってないな、このバイクも。うん、タンデムできるやつをちょっとシングルに変えて。あ、もともとあれやったっけ、二ケツできるようになった。できるようになってたっけ。でも誰も乗ってくれないからシングルに変えた。ああそうだ、はい、うん、でやっぱり僕もその8年間の間にやっぱ女性とお付き合いする、うん、そりゃそうよ、うん、あったから、うん、その度に乗るかって言ったら、うん、全員がノー。へえ、これはすごい、ほんまに外国人が乗りそうなバイクやね。いやすごいね、はい、このシート、あ、サンダンスさん、これサンダンスです、俺たちの神とも言えるやっぱ所さんもサンダンスやもんね。そうですね、うん、サンダンス行くとやっぱり所さんの話よく出てくるから、う
で所さんもこのバイクは認識してくれてるんですよ。どう言ってた？いやなんかバカなことやってんなみたいな感じでバカだねーって所さんらしい愛情。なるほどなるほど、いいね。そう撮ってます、うん、ちょっと小林さんまたがっていただきたいんですよ、はい。うわすごいポジションやねこれ。割と足つきですよね、低いし、うん、足つきは全然いいね、うん、うわすごいわこれ、こんなポジション、似合うね。うわすごいね、ありがとう。これでヒゲ生やしたら最高ですね、これぐらいのGG トップみたいな。ちょっと失礼します、はい、すいません、お邪魔します。どうぞ。あ、どうですか、高いね。あ、高い、タンクが小さいですね、やっぱちょっと。そう、スリムなんだよ、うんうん、かっこいいな。なんでじゃあこいつと一緒に、今から走りに、今からじゃあ目黒やから今、はい、恵比寿まで走るか。近いね、山手線の一駅歩いた方が気持ちいいよ。そんなだから小馬さんのバイク乗ってる姿っていうのこれあんまり見たことはない。そうやな、走ってないですもんね。一緒には走ってないか。走ってないんですよ。で何回もツーリング行こうって言ってたんだけど行けなくて中止になってるもんね。で前もなんか最近朝カフェ行ってんすよね。そう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 、朝活で早く出かけてバイクカフェでコーヒー飲んで帰ってくるっていう、はい、それ行こうかなって言ってたんですけど合わなくて、うん、だクッキーとか、クッキーとかと言ってる、うん、目立ちますな。トライアンフと Z がさ、可愛いカフェの前にボン止まんの。ほんでもう、ごっつ男2人でかいのこうブーツゴトゴト言わして降りてきて結構荒い関西弁2人で、うん、その男の部分を俺ちょっと学びたいなと思ってるんで、あのバイク乗ってる感じとか、俺もちょっと俺後ろから前から見てみようと思う。盗みますよ。何ですかその新ギャグは。盗んじゃおう。仕上がらないですね。仕上がらないね、うん、行きましょうか。今日どこ行くの。今日は横浜の本木ムーンのカフェに行こうかなと思って。ああムーンカフェ、はい、でそこにガレージがあって、うん、でショップもあるんですよね、うん、でカフェもあるんで、うん、なんかお茶しながらハンバーガー食べる。あ、いいですね、うん、ハンバーガー食べて、うん、じゃハンバーグチャンスいただいて。ハンバーグチャンス、はい、ハンバーグ一発叫んだ後に、うん、いろいろなんか小物とかも見ながら。あ、なるほどなるほど。そこでちょっとかっこいい写真を、はい、撮ろうかなと。写真ね、言ってたね、はい、ライダース来たおじさん2人が、うん、バイクバックでとか、うん、いろいろ何カットかとか、うん、これが嫌だな。じゃあ皆さん安全運転でお願いします。はい、うん、さあいい、ね、高速湾岸線で小林さん今から、はい、本木向かいます。いいですね、最高です。天気も、はい、持ち直して紐を刺してきました。こんないい天気でさ、はい、バイク乗ってたら、はい、なんで花椒とかピスタチオ解散してんって思うよな。あ、本当ですね、バイク乗りゃストレスなんか吹っ飛ぶのにな。あいつらバイク乗ってなかったんですね。あいつらバイク乗ってないの4人とも。本当ですよ、解散考えてる芸人おったらバイク乗るよ。あと後ろシティだ。あ、そう後ろシティも本当に、バイクに乗るよ後ろシティ。コバさんってこの Z1 乗る前とか何か乗ってたんですか。乗ってたよ。何乗ってたんですか。最初はね、ヤマハのジャンプ、はい、で、スーパーカブ、はいはい、ほんで、4フォア、ああ、ほうほう、スティード、スティード、ああ、はい、うん、で、250TR、はい、ほんで、ダブロック、はい、で、Z、結構乗り継いでるね。高校出てもうすぐ免許取ったんですか。まあそうね、うん、その辺は後で詳しく話すよ。あとなの。
カメラ止まって詳しく話すよ。カメラ回ってるから話してほしい。じゃあ最初は中面だった。そう、もちろん中面中面で、大型はこっち来てくる。大型はね、2丁目劇場が閉館した時に、はい、すげえ暇できたからその時撮った。いや、じゃあかなり前ですね。結構前ね。2丁目か。ああ、2丁目、俺マグニチュード前のコンビで行って大滑りしたの覚えてますね。マグニチュードね、いました。その時見たよ、俺あれ見てたよ。嘘、2階で見てた。マグニチュードです、ドーン言ってな。はい、あれだっけ。あの後はもう人笑いもなかったですよ。なかったね。もろ見てたよ。死ぬかと思いましたね。その後そっからしばらくして、はい、小沢さんのメトロイドが滑ったのも見たよね。もうあそこ名古屋芸人では地獄ですよ。でもあいつ爆笑ブーイングで名古屋の吉本では唯一の5週勝ち抜きですから。あ、すごいね。はい、名古屋唯一の、唯一で、チャンピオン大会とかにも出たんじゃないかな。メカドックも無理やった。メカドックは絶対無理。ボルサリーノは無理やった。ボルサリーノはもっと無理。もっと無理か。あ、やっぱね、名古屋弁使ってたコンビは無理でしたね。やっぱ言葉の壁が分厚い。そういや、オレンジってまだ名古屋でやってんの？オレンジやってますよ。頑張ってるね。うわあ、見てるか、後ろシティ、この天気を。最高。ピスタチオ話そう。バイクに乗りなさいよ、お前たち。最高や。本当ですよね。なあ、これ超えるもんはなかなかないよね。乗らない理由がないですよね。乗らない理由がない。見当たらない、乗らない理由が。はい。だから今日村さんにも勧めてるのよね。日村さんか。日村さんどうですかね。いや、それこそ BMW 似合うんちゃうかな思って。ああ、なるほど。ああ、あのカウルつけたまんまで。そうそうそう。そうか、ちょっとそそのかしてみようかな。そうよ、純からもちょっとそそのかしてよ。はい、あとはもう神田さんを丸め込むのに時間がかかりそうですよ。でも、いや、だからサイドカーにしてもらって神田さん横乗ってた。面白夫婦だな。面白夫婦よ、それは。これはいいぞ。レゴシックスがダブオンカッターしてる、古い川崎のね、ツインのエンジンの。あいつ免許持ってるんですね。あいつ大型持ってんのよ。足ツンツンで乗ってたけどね。両足浮いてたよ。ネゴちゃんもちょっと今度走りたいですね。そうやね、また誘ってあげて、 YouTube で。うん、うわ、なんか海外みたいだな。確かにこの辺デトロイトやね。本当ですね、これデトロイトやね、この辺は。うわ、パスポートなしにデトロイト着きましたよ。うわ、ミルコクロコップのパンツの色や。クロアチアから。ミルコクロコップ元気ですかね。いやー、元気してんじゃん。なんか弟子育ててるらしいけどね、今。あ、そうですか。あ、楽しみやけどね。めちゃくちゃ強かったからな。うわー、気持ちいいわ。うわー、すげえ。あ、ベイブリッジ見えてきた。ベイブリッジいいね。久々やベイブリッジ走るの。うん、ベイブリッジ通るとき、ノッチさんが必ず、はい、ニーグリップ大切にしましょうって言うけどね、ノッチさん。風が強いんで。よし、俺もニーグリップ、久々、ニーグリップ。ノッチさんはもう、安全安心ライダー。ノッチさんがやっぱバイク一番やね、あの人がね。いや、ノッチさんはもうバイクのこと喋らせたら、縦板に水飲んで止まらないですよ。ね、あんなに流暢に喋れるんだって知らなかったですよ。だから芸人がバイク乗りながら漫才してたら、ビッグスリークラスまで売れてたかもね。
知識はバイク芸人の中でトップでしょ、ね、いやー、ダントツナンバーワンでしょ、うん、どこのメーカーの歴史も知ってますからね。ねえ、おお、気持ちいい、最高です。わあ、横浜だ、気ぃつけろよ、横浜は。横浜のワルと勝ち合ってやるぞ、今日全員戦闘準備な。いつもやっぱコーチジャケット着てるから思わないけど、革ジャンのがかっこいいかな。革ジャンやっぱバタつかへんからいいよね。コーチジャケット唯一ね、ちょっとバタつきがちょっとね、バタバタバタってなるんで。あ、だって革ジャンってあれなんですよ ね、年間 4日ぐらいしかないんですよ。年間4日のうち1日今日やったね。今日か、当たり引いた。いや、5月でなかなかないよ、これ。まあ、コーチジャケットもかっこいいか。楽でいいけどね。はい。いざとなったら、カバンに丸め込んで入れれるしね、コーチジャケット。そうですね。あれは、バイク乗りとってだいぶ良さやけど。まあ、でも、ハーレー乗りの定番もね、コーチジャケットはね。そうですね。みんな、チームで作ったりしますもんね。ね。コバさん、バイクを増やす、さらになんか購入とか。いや、考えてんの、A 社、イギリス車ね、トライアンフ、BSA、ノートン、どれかいけたらいいなと思ってんねんけど。なるほど。そん時は俺は思い切ってセパハンにしようと思ってるよ。あの CB も相当セパハンに合うと思うけどね。ああ、やってみようかな、セパハン。どうしよう、また心が揺らいできたよ。セパハンにしたらバックステップの方が全然楽だしよ、はい、逆に。確かに前 SR 乗ってるユウさんっていう 500SR の女性ライダーと、あの綺麗な人、そう、あの人のカフェ乗ってるなんかライディングスタイル、めちゃくちゃかっこよかったか。あ、かっこいいよね、あの人ね、さあ大黒ふ頭到着です。一旦ここで休憩。もちろんマーキュリー、マーキュリークーガー、マーキュリークーガー、はい、うわっ、かっけ CB 両方とも750ですけど、こんなに変わる、ね、カスタムで。コバさんプレゼントしてます。あ、いいね。めちゃくちゃ似合う。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル、最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう、チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。